妹が第三子を妊娠中に旦那と偽両親の間で勝手に子に恵まれない。見ず知らずの夫婦に第三子を養子に出す話が決まっていた。妹は臨月になるまで聞かされておらず大激怒。よく聞いてみればその子に恵まれない夫婦ってのはテレビで放映された。子は稲、池。 と3匹の犬に囲まれて幸せですと言ってた夫婦、動物番組でした。偽量親は、子がいない寂しさを動物で紛らわすなんてかわいそう。と思ったらしく、旦那に、妹が今妊娠してる子をあげたらいいんじゃないかと電話したらしい。つまり、この夫婦と連絡を取ったわけでもなく、勝手に3人で盛り上がってた。さらに腹が立つのは、旦那にとっちゃ、 第三子は、予想外の妊娠らしく、喜んで夫婦に差し出すことに同意したこと。妹は、金銭的にも余裕があったので、旦那と話し合った結果、三人目を作ることを決めたと泣きながら言っていた。旦那はそんなこと言ってない。と主張していたが、こっちの両親に、じゃあなぜ否認しなかったと聞いたら黙った。ちなみに、先に生まれた上二人は女の子。 旦那や義両親は男の子が欲しかったらしく、第三子が女の子だったのが、養子云々の妄想を加速させたみたい。男の子も、欲しいってのは妹も同意してた。でも、結果、女の子だったからといって落胆したわけではない。旦那と義両親は、また望まない性別の子供に、稼いだ金を奪われるのかと、こっちの両親の前で発言。 第3子出産後、すぐに離婚しました。慰謝料も取ったし、養育費も、毎月振り込んでもらう。そして、第三子が小学生に上がる頃に、元旦那が赤ちゃん抱いて、実家にやってきた。お前の子だから引き取ってくれだって。離婚後一切会ってないのに、なんで、妹の子になるんだよと問い詰めたら。だって俺の元妻だし。 実の母親が育児放棄したら、親権は元妻になるだろう。六方全書見てみろよと言われた。即警察に育児放棄して、子供を我が家に押し付けようとしている男性がいると通報してやった。元旦那は、光の速さで逃げてった。後日警察から、元旦那に厳重注意をしておきましたという連絡が入りました。あ、ちゃんと。 離婚の際に力になってくれた弁護士さんに相談して接見禁止のルールを破った制裁をしましたよ。